はい、それじゃあバフされたルシアンやっていきたいと思います。開始開始。キュッキュッ、すいません、なんでもないです、わらわら。おじさんだった。おじさんでニャンコロ持ちはきついだろ、さすがに。ダメからニャンコロ持ち、安心して、ちゃんとおじさんだよ。おいおい、かわいいな、でもかわいい。かわいめか。落ちた。公式オール阪神自身、僕の名前も可愛いです。うん、いや、なんか怖いよ君は。リーシー名前に入れてるやつ、いいやついないだろ。ジンは簡単じゃない、割と。わあ、厳しいこれ。惜しい。味方が倒されました。ジンのコツ、ジンのコツか。でもまあ味方に CC 合わせて連で9打っときゃ基本的に有利取れそうだけどな。あの連の4発目絶対当てたい。手欲張ってうまくいきません。それはもう欲張らなくていいことかな、さすがに。キュッキュッ、敵縛ったい。あ、確かにジンって割と丁寧に、序盤丁寧にやんないといけないもんね。序盤丁寧キャラではあるか。でもミニオンにね、もう3体のミニオンになった時に9打ってるだけで、アホやったらなんとかなるで。右側やったら。あとこういう、まあ、ルシアンだと分かりやすいけど、今みたいに1人フォーカスできる時に4発目打つのは強いけどね、まあ、あと9、4発目も強いよ、ずっとやるの。相手一発しか返せないキャラとかだと。引き金など必要。敵を倒しました。味方が倒されました。でかくなっとくか。あ、いやいや、何やこれ。え、俺さ、でかくなるやつとさ、差がわからん。一回倍してないし、俺も倍しに帰りたいな。キュッキュッ、お、なるほど。三角形って意識やつ、こうやって、わかる、この今一方的なトレード。俺は今ミリオがミスったけど、三角形の意識ってやつ、三角形の意識って、三角形の意識ってみんな知ってんのかな。 ADC とそのミリオの。それはあながち間違いじゃない。さよ、このミリオ怪しいと思うのは自分だけですか。もう俺が出た後に前出てるから、まあなんだろう、逆にミリオがフォーカスを受けたら ADC が勝てるみたいなとこあるよ。ラオリン、ダメージ範囲とこっちの攻撃有効範囲のエリオね。そう、まあそうそうそう、相手の2体からフォーカスされないときに殴りゃいいよ、相手1体。要するに
あるの？はい、どっか行った。イズイー敵を倒しました。最初のタワーが破壊されました。アンさん、サミーラを捕捉してると頭バカになって三角形忘れます。確かにサミーラは一体似合うわ。あいつはすっげえ。やっぱイグナイトでよかったな。サミーラはしゃあないわ。サミーラはそうなる生き物だから。これミッド入ろう。移動中です。奴らを完全に浄化する公式オール阪神リーチン。サミーラだけ逆三角形。なしろこいつ。ダメージ高すぎだろ俺の。だいぶ古くない？ルルちゃん前出ちゃダメよ。サイド行ってもらうことは可能か？うん、ダメージやばいね。前出すぎだろお前。何その褒め方。これ嬉しいね。意外と嬉しいもんか。褒められるのって嬉しいんだな意外と。本当に嬉しいこと言うてくれるやないの。棚からニャンコロ持ち。バッテリーもやばないですか？バッテリーもやばいね。アンさん、展開さんも見てます。あー届かん。足入れるか。スコスケ、ガチ恋で出現にレックス君がどう出るか。レックス君の視聴者さんなんか女性の方多いよね割と。もうなんか俺ザイナってキャラマジムカつくわ。いて普通に。さよ、今のパコミリオの気をされてないな。怠慢してるもんね割と俺。ミリオマジ痛くつく。なんかお前の立ち位置ムカつくな。食べたら。ハイオンとかいうキャラほんま。ほんま。こんなキャラやで。うまいな。けどいいね。ナッシュでいいな。
何かぶつけてもらってるところじゃない。たまからないからもち、エドとか久しぶりに見たかも。あーマジか、取られちゃったな。あ、取ってるわ、ナイス。勝てえなー。今どんなムーブしてたの味方。トップにゼド引きつけてる間に何してたんだろうみんな。倒るな。もうめんどいめんどいめんどい、あいつマジめんどすぎる。あのキャラ消せ。敵を倒しました。さよ、ミリオならルーでいいよな。あー壁抜けミスった。なんかキモいね。わお。いいね。やべ、バイ強すぎる。バイ硬くね。バイ硬えよ。でも俺が言ってるから、俺が突っ込んでるから別にこれ魅力悪くないよ。倒してくれ早く。あれなんでいいか。俺味方が倒されました。味方が倒されました。夫のトップのウェーブもちょっと気になるな。すごっけ、ゼロうまいな。じれったいな相手がマジで。なんで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 赤バフ取られたん。もうミッドレーンよこせ。俺のや。なんで赤バフ取られんねん俺が。おかしいやろ。ネギトロ、うさ。あーもうムカつくマジで。見てたらエンゲージしたくなるわこんなん。バロンを攻撃。やばいやばい。ちょっと待って、なんでバロンとドラゴンがそんな。ああわからない、私にはわからない。味方が倒されました。めちゃくちゃな。
めちゃくちゃだ。やってない？もうんだ、没頭せよ。いや、ルシアはでも結構かっこよく見える。対処してくんないもん、ね、俺がエンゲージか。もう触ろ触ろ。もうちょっとでもこの試合楽しみたいな。取られた？取られたんだ今の。てかね、ゼドいなかった。よく見たら。いやー、セリルダの金たまらんかったな。てか待って、俺これ迅速？迅速かよ。味方が倒されました。Words？ 敵のタワーを破壊しました。敵を倒しました。よっぺ。あ、外してる。終わるな。終わってまうな、これ。 1v5 できそう。終わらんことできんか、お前ら。いや、終わるかな。終わるか、さすがに。まあ、エルダーだもんな。エルダーだもんね。終わってまうわ。強いな。俺でもこう関係あった俺。なんかルシアンのバフ俺関係あるプレイしてたかな。ちょっと自分でリプレイ見てみよう。
あんま、なんか、体力回復効果をもらうとみたいなのあったよね。あ、でもちゃんと、あのちゃんとミリを俺に、あれしてくれてるか。あ、ミリオ頑張ってるわ。よかった。ナイス。6万1000。ガリオ5万6000出てんだけど。マジかよ。スコッチ、正直新しいパッシブ関係なかったような。いや、ミリオ意外と頑張ってくれてたわ。はい、それじゃあご視聴ありがとうございました。ルシアン爆されたんでね、よかったら皆さんやってみてください。なんか、移動不能効果のある敵を殴るか、回復かバリアもらえるとなんかめっちゃダメージ出るらしいです。ありがとうございました。